この自分はこういう板を使ってて、でこれを当てて、でジャッキでいつも上げてます。で上げます。こうなるともう直せません。ほんと勘弁してほしい。今日は潜るから目いっぱいあげます。俺いつもこの辺でやってる、うんうん、ちょっとずらしてんのは、うん、ここにマフラーをつけるから。ああなるほど、うん、ここでもいけるかな。いける。本当はこっち側にした方がいいけど、ね、小木さんはちゃんとやってるからいいけどさ、これ知らない人が多いから、はい、これねこうやって、はい、こうやって押さえる人が多いと思うんだよ、うんうんうん、あそうするとすごいきついんだけども、はいはいはい、ここに隙間があるのね、はい、ここに、うんうん、だからこれをここに持ってきてからやるとピタッと合うから、そうするとすごい楽になる。なるほど。で、あのこれをかぶせるときに、はい、マジックテープここほら押さえられないじゃん、うん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 、全然、はい、だからこれはこういう状態で空中で、なるほど、空中で押さえてから、うん、でこれをパチンって止める。フックを止める前に、うん、そうするとここがちゃんとぴったりいく、ね、というのを10年間やってて最近分かりました。つい最近分かりましたというコツがあります。そんな発見非常に細かいとこだけど。でタイヤ交換の時のコツなんだけど、はい、これ普通にさ持ち上げると重いじゃん、うん、特に純正のタイヤって重いんだよ、はいはい、だからこういう時は持って、うん、こう膝の上に肘を乗せる、うん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 、こうははもう半分ぐらいの重さになるよ、はい、いくらでも持ってやられる。ほらこれね、こう簡単でしょ。簡単ですね。でこれね、はい、あの大体ホイールってこっち側に倒れるのね、置いた時に、うん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 、だからこうあって、うん、下から締める、 下から止める。下を止めちゃうと、はい、あとはもう全部手でこういくから、うん、もうやって、今こんな感じでね、うんうんうん、今つけないけど、はい、今あのブレーキの点検とかしなきゃいけないから、はい、今つけないけど、そういうコツがある。これもね、はい、つい最近分かった。これねもうずっと持ってられるよ。全然重くないんだもん。腰もやらないですね。うん、ほら、特にあの普通車のタイヤなんかでかいから、全然持ってられるよこれやると。だからコツは覚えといた方がいいよ。で今日は潜るから、はい、あの下にこの下に安全のためにこういうの置いとくからね、タイヤ、うん、馬が外れたら本当死んじゃうからね。こうやって下回りを点検します。でこれの置き方のコツも説明するんだけども、はいはい、こうなんかにね
立てかけてこうやって置く、うん、向こう側には行かないでしょ、うん、でこっち側にほら風とかで倒れても、うん、当たるのここだから、うん、これをね逆にこうやって立てかけちゃうとこっちにバーンつってへこむから、はいはいはい、俺買ってすぐそれやったんだよだからもう必ずこっち側に置いとく、はい、表を立てかける、そう表を向こうに行かないように、例えばこう壁だったらね、壁の方に向ける、はい、あとはこうこのままペットを置いちゃうからね、地面にこうやって、うんうんうん、こうやってとにかくね、風で飛んでっちゃうからこれね、本当ですよね、めっちゃ軽いですよね、その辺気をつけないといけない、はい、でジュエン玉ある？ジュエン玉あります。俺いつもね、ジュエン玉はここに置いてあるのね。あ、置いてるんですね。うん。これね、あの使うためのジュエンじゃなくて、はい、工具だからね。そうですね。うん。ここはね、あのジュエン玉のサイズがまあちょうどいいの、うん。まあ本当はなんか外国のお金のコインだと思うけど、それに合わせてあるんだと思うけど、日本ではジュエン玉、ジュエン玉が一番。こだわってる人はイギリスのコイン。うん、あるといいんだけどね、うん、で下側はこういうのがついてます、はい、でここに取っ手をつけてあるんだけど、あのエポキシの接着剤で、はい、パキッてやると取れます。これはねぜひやった方がいい、ケイターハムオーナーの人は、あの見なくてもこうやってパチンパチンってできるからすごい楽になる。ステアリングラックブーツを交換します。すぐ裂けちゃいます。品質が非常に悪い。ここをまず測って、でモンキーで緩めます。で、これをくる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 回す。あ、見といた方がいいかも、はい、前やったよな、やりましたまあ同じなんだけどさ、こうやってくる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 回すと取れます。これがあの普通の軍手や素手だとなかなか回らない、うん、そうだね、このお揃いの、うん、おすすめです。この優れものの、はい、これは何側だっけ、これ鹿じゃなかった、鹿革か、はい、これね、手袋すごい、めっちゃフィットしますね、おすすめです。あのレスキュー用らしいです。うん、レスキューのプロ用、うん、よいしょ、取ったかな、取れてねえな、で、取れます、はい、そしたらナットを取ります。で、これを抜きます。あ、タイル、ここはタイラップで止めてあるんだった。抜きます無理やり抜いちゃいます。で、入れます。で、問題はここに無理やり入れなきゃいけないんだけど、で、この L 字のピックで入れます。おいしょお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 しょ、あ、開いた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 、素晴らしい、開いた、素晴らしい、ダメだ、角度が、はい、ありがとうございます。あ、ちなみにニッパーはこっち側が平らなやつを選んだ方がいいです。そうするとあのタイラップこう切るときにぴったりでもスパッと切れるんだよね。これで説明するとこうなってこうね、こう平らになるじゃん。普通のニッパーで切るとこれがちょっと出ちゃうんだよ。残っちゃうってことで
残っちゃうんだ、この辺で切れちゃうんだよ、うんうんうん、なんかこういうのをね買った方がいい、うん、伝送品用だと思うけど、あとタミヤのやつとかね、いいのがあるから。でね、すごいあの破けるじゃん、うん、だから俺ここのタイラップはつけないんだ。あーはーはー、こう動くように引っ張られる、ね、俺がさこう動く方がこっちに負担かかんないよ、はい、うん、だからね俺最近はねここのタイラップつけない、うんうん、まあ、いいのか悪いのか分かんないけどあの雨の日ガンガン乗る人はつけなきゃダメだけど、あのどうせ雨の日乗らないから、はい、最近はねつけてない。その方がね長持ちすると俺は思っている、うん、あとはあれですか、駐車するときにできるだけまっすぐに、タイヤまっすぐにして止めて、うん、それは多分、あ、そうだね、それもあるかもしれないね。こうやってねじ込むと。の方が絶対安いですもんね。うん、安いし。あと1センチぐらいか。うん、これだな。したら閉めると、うん、あ、このモンキーいいよ、すごい軽量で、軽いんだよ、軽いし、なんか使いやすいさ、あの車載にぴったり、軽量車に。緩んだら死ぬからな。こんなもんかな。うん、こんなもんでしょ。これの同調取るじゃん、はい、同調取るんだけど、普通はあのアイドリングで合わせてこう、例えばここにつけたりして負圧を全部合わせるんだけども、まあ、俺はここからバキュームで4連のメーターでやってるけども、それ普通はアイドリングでやるんだけども、これをね巡航の時に巡航の時の回転数に合わせて、でそれでぴったり合うようにやってみてほしいんだけども、全然違うよ。アイドリングで合わせたのと巡航時に合わせた、まあ俺は2000回転ぐらいなんだけども、2000回転でぴったり合わせると本当に走行中のこう気持ちよさみたいなやつが全く違うから、これはね一度やってみてほしい。まあそういうことやる人はほとんどいないと思うけども、俺やってみてびっくりしたんだけども、全然そっちの方がいいから、アイドリングの方が乗ってる時よりも長い人っていないじゃん。だから乗ってる時に合わせた方がいいんだよね。で同調ってこう角度によって、スロットル回路の角度によって同調がちょっとずつずれていくみたいなんだよ。特にこれなんかここにスロットルがあって、で釣られてこっちが動くようになってるんだけども、この位置と例えば空いてる時と微妙にずれるのね。だから俺は2000回転でいつも合わせてる。すごい絶好調。だからこれはね試してみてほしい。で BDR エンジンなんだけども、はい、これ有塩添加剤、うん、これをねガソリンに混ぜないと壊れます、うんうんうん、経験者は語りますどちらですか経験者私です。エンジンかかんなくなります。バルブシートが減ってバルブクリアランスがなくなって圧縮がなくなり、エンジン始動困難になります、うん、だから必ず有塩添加剤を入れます、うん。で使い方ですけど、こうやって緩めてこれをキュッと押す、うんうんうん、あ、そこに溜まってきました、溜まって、
10リッターぐらいだから、今ちょうど10リッター、うんうんうん、でこれ10ミリリットル入れます、うん、でこうやってポン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 やる、うん、そうするとなんとなく入ります。 そこでチューってまた押しちゃうとまた増えちゃうから、うん、押しちゃダメだ、押しちゃダメです、はい、10リッターぐらいだから今タンクが、はい、うんうんうん、10ミリリットル入れました、うん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 、ここに書いてあります。はい、高軸調整します。こうやってもう合ってるんだけどねこれ赤バッテンに合わせるんだけど、ここね、ここに合わせるんだけど、なんかボワーッとしてるじゃん、うん、どうしてって分かんないから、ここを両側から塞ぐのよ、ライトを、うんうん、あれこれだとよく分かんないな。俺のやつだとここにこういう影ができるのよ、だから真ん中合わせやすいんだけど、これなんかねあんまり見えないね。でも大体分かる、真ん中がさ、こうやって動かしてみるとなんとなく真ん中っていうのが分かるんだよ、うん、これちょっと分かりづらいね、すごく。俺のやつだとはっきり真ん中がバッテンになって見えるんだけど、こう手をやるとね、うんうんうん、でもねこれで受かるはず、うんうんうん、これで落ちたことはないから一回も、はい。受けてるときはアクセルちょっと開けた方がいい。あ、開けなきゃダメ、はい、開けないと容量が上がる、うん、発電量がギリギリだもんで、うんうんうん、アクセル開けないと、はい、明るくならないの、はい、この車ね、はい、だからある程度開けた方がいいよ、うん、開けないで押したことはある。うん、ここにミクスチャースクリューってのがあるんだけど、この4本です、ね、この4本ね、おこれをね、はい、半回転右側に180度が締めるの、はい、時計回り、そうするとすごく薄くなるから、はいはい、排ガス検査に通るんだけども、うんうん、このままだとね通らない可能性がある。ところによって違うかもしれないけども、はい、相模だとちょっと厳しいかもしれない、はい、だから俺はこう半回転必ず現場で締めて、はいはい、で通して、うん、すぐ戻すと戻さないとちゃんと走れないから、はいはい、あとオーバーヒートするんだよ、うん、薄くすると、うんうんうん、ガソリンによる冷却がなくなっちゃうから、はい、オーバーヒートしちゃうから、うんうん、すぐ緩める、はい、で受かると思う、おそらく問題はないよね。この針とかはどうですか。んこれは別に何もしなくても、はい、いいと思うけどちょうどいいよ、うんうん、90度も上がるし、うんうんうん、これ確かね前取っ替えたから、うん